夏も盛りを過ぎ、家の周りではセミが鳴いています。松尾芭蕉は、やがて死ぬ、景色は見えず、セミの声と読みました。うるさいくらいに元気に鳴き続けているセミの声を聞いていると、やがて死んでゆくものだとは到底思えないといった意味でしょうか。この句の前書きには無常迅速とあります。仏教の言葉で、すべてのものは移ろいゆく、縁によって生まれそして滅する、それは極めて素早いという意味です。セミは幼虫で、種類によって最長16年間くらい土の中にいますが、成虫になり地上に出ると1ヶ月ほどの命です。つい最近までは捕まえて飼うと数日で死んでしまうことなどから、1週間などとも言われていました。この短い地上での期間を人生と重ねて、人生の盛りは短いなどと理解する方もいらっしゃるようです。地上での寿命が短いだけではありません。無事に地上に出て成虫になるのは、そんなに高い確率ではないのです。例えば地中ではモグラなどに食べられる危険があります。また十数年という期間で地上の様子が一変して、アスファルトで地表が覆われていたら、そのまま地中で一生を終えることになります。羽化する時も大変です。羽化が始まったら、殻がちゃんと割れないと変化する体が圧迫されてしまいますし、傷ついたら成虫にはなれません。その間は外敵に食べられる恐れもあります。このようにさまざまな良い条件が重なって、初めて成虫になることができるのです。私たち人間の存在も同様です。さまざまな縁によって今があるのです。すべてのものは移ろいゆく、縁によって生まれそして滅する、常なるものがないことを知って、人間関係や仕事、出会いを大切にしてゆく、すべてがさまざまな縁によって存在することを知っているからこそ、周りへの思いやりを持って行動できる。セミはただその現実の中で生きていますが、私たち人間はそれらを理解して人生に生かすことができます。この真理を理解して生きることが、お釈迦様の知恵なのです。セミはたとえ地上にいる時間は短くとも、やむことなく鳴き続けます。私たちはお釈迦様の知恵に従い生きていきたいと思うのです。